トンネルは生命線だ。ロシアの小隊長たちが町に来たところを奇襲する。気をつけてな、アレックス。爆薬を取れ。 C4 と起爆スイッチだ。ありがとう。妹を頼んだ。無事を祈る。後でな。ダリック。早くしろ。ほら。アメリカ人か。信頼できるやつだ。アレックス、これをかぶれ。どうだ。悪くない。ダリーク、状況は。ロシア軍が外にいる。お前の武器が見つかれば殺されるぞ。そうなったら計画通りになる。アレックス、銃を隠せ。ロシア軍に見られるな。ついてこい。ありえないな。汚れ仕事は他に任せるはずだ。どんな汚れ仕事は。労働だ。処罰だ。女はトラックへ。ウルジクスさんには反逆に対して。抜けたぞ。左へ、路地の先だ。兵士が見えるか。ラーラー、ブッバタク。クリーム、安全なところへ行って使えるやつだ。よし行こう。仲間がこの先に爆薬を用意してくれてる。大爆発を起こして基地からさらに兵士をおびき出す。クソ、仲間が敵に見つかった。もうやられているだろう。気づかれないようにサプレッサーがいるな。これでいける。よし、右から浮かしよう。トラックを回り込め。右からだ。二人やれ。他は任せろ。残念だったな。勝機はある。彼らの死を無駄にはしない。先導する、ついてこい。バルコフ大将を怒らせれば見せしめに。これは戦争犯罪だ。盗まれたガスに対する処罰。バルコフが見せしめにしてる。どうすればいい。目的を達成し、バルコフの暴虐に終止符を打つ。バルコフがヘリを投入してきた。撃ち落とせば基地から増援が来るだろう。攻撃する隙を作ってくれ。分かった。援護するからヘリに爆薬を仕掛けろ。警備に気づかれたら静かに排除しろ。仕掛けたら戻ってこい。この地に平和と繁栄をもたらす機会を与えてやったのに、それを拒む不届きな連中が。このボートどもが無意味な攻撃を繰り返している。オイルフィルターが消炎機になる。今がチャンスだ。そこには秩序もなく平和も訪れない。野蛮人とそれに組みする者ども、根絶やしにするまではな。
設置完了。ものすごい騒ぎ。これらのライダー、次のヘリに向かえ。ここには裁判官も陪審員もいない。あるのは階段を使え。待つだけだ。我々はこうした戦闘者たちを一人で爆薬セットから抹消していく。私の位置に集合だ。安全に働き反映できる場所を作り、私の権威を打ち立てるのだ。もう人がいない。今起爆しろ。爆破。いいぞアレックス、見事だ。よし待て、左へ撃つな。見ろ、うまくいった。基地から応援が駆けつけたぞ。よし、トラックは守りが薄い。あれを狙うぞ。急げ、トラックの下へ。まだ来るぞ、離れるな。殲滅だ。戻ってくる奴らのために。気前がいいな。爆破の様子を見たいが、手遅れになる前に攻撃を仕掛けていかないと。この先の道からトンネルに戻れるはずだ。くそ、早く。ロックを手放せ。ファラ、これは一体。アレックス、セロ、ブロックを手放せ。動くな。キョロキョロするな。よし、左の二人はやれ。いいぞ。早くトンネルへ。増援が迫ってる。見ろ、基地の増援だ。狙い通りだな。止まれ。家のドアが開いてる。タリークはどこだ。死んだ。持ち場を離れるはずがない。行こう。クリア。ハディを追う。行くぞ。惜しい人たちを亡くしたな。戦争の対価だ。空軍基地を抑えれば彼らも報われる。厳しい戦いになる。お互いにな。ハディルには考えがある。